コーダ TV をご覧の皆さん、こんにちは。コーダのクレです。リアです。はい、今日始まりました。今日僕がね、はい、こっちがスタートということでやっていくんですけど、はい、めちゃめちゃ違和感しかないんですけど、はい、どうですかね。いや、いいと思います。いいと思います。じゃあ今後はこういう形でやっていくのか、交互期待ということで、はいはい、めっちゃずっと笑ってるんですよ。いやいやいや、もうさ、ね、振ってください。俺にえ振る、はい、いや、もう振らずにやってみようと思ってどういうこと。オープニング慣れてなさすぎてさ、もう早く本題行かないとみたいな焦りがすごいですね。焦ってはない、はい、焦ってないの。もうこっち早く行きたいの。行きたいんだ、はい、はい、そういう感じです。終わり、はい、うっそじゃん。はい、まあもう並んでるんで皆さんお分かりだと思うんですけど、こちらですね、もう久しぶりのリニューアルっていうところで、何年すか、ね、4、5年ぶりじゃないぐらいは余裕で経ってるんですよね、はい、経ってますね、はい。水野モレリアですね、はい、フットサルでもやっぱりゆかりのあるモレリアが、あのもうフルモデルリニューアルっていうことで発売されます、はい、もうされてるのかな、もしかしたらタイミングによっては、はい、はい、っていうところで、まあ、まずそもそもモレリアってどんなブランドなのっていう、ね、そうですね、まあ、水野さんのブランドの中で、まあ、世界のフットボール主戦もね、もうかなり地位を持ってるようなスパイクを、まあ、フットサルにしっかり作り上げたシューズがモレリアですね、はい。まあ、その素足感、軽量感っていうところはしっかり持ったようなのが一番どのモデルの特徴かなと思うんですけど、今回もしっかりそこを踏襲して作られてるなっていう。クレイさん個人としてはモレリアってどんなイメージですか。やっぱり上手い人が履いてるという。なるほどね。なんだろうな、ちょっと他社さんの比較じゃないですけど、ナイキでいうジョーダンぐらいこう、うん、もうブランドの名前をこう上回るんじゃないか、それか同等ぐらいなこうモデルってやっぱりあんまないじゃない、うん、ないね。そこの地位に来てるかなっていうのは確かに、もう水野イコールモレリアみたいなもう認知は高いっすよね、もはや。モレリアイコール水野みたいな。あ、そっち多分いると思うんだよね。本当に。あ、でもそんぐらいやっぱもうブランドを超えて、そう、名前がモデルが、M バリューがね、あー、確かに確かにあるかなっていう。そうですね、言われてみたらそうですね、うん、確かにもう僕もやっぱ憧れの一足だなっていうイメージはやっぱ強いんで、うん、そういう選手をやっぱ履きたいっていうのはあるんでしょうね。あるよね、うん。じゃあ早速スペックのところなんですけど、はい、まあ、まずモデルとしてはモレリアのプロとエリートっていうモデルが出ます。コーダとしてはこの2モデルっていうのをメインに取り扱っているようなイメージですね。なので、まあ、モレリアフットサルっていう意味ではもう本当に全部のモデルを総入れ替えして、名前も全てモレリアで統一してるんで、今回結構僕としては水野さんかなりフットサルに力を入れてくれたんだなっていうのは垣間見えるようなところかな。じゃあ早速ちょっとモデルのスペックのところちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、先共通のところを、うん、お話しできればなと思うんですけど、まず一番大きく違うのはソールユニットですね。ここが一番かなと思います、うん、で今までのもうめちゃくちゃ素足感に特化させて15対0ぐらい素足に振ってるみたいな足裏感だったんですけど、今回はもうちょっとマイルドに前足部の方までクッションがしっかり入ったような作りになって、それでも素足感、軽量感めちゃくちゃあるんで非常に履きやすくなっているかなと思います、はい、でクッション自体もユーフォリックっていう水野の持って反発性もあって、こうバサラで使ってためちゃくちゃ優秀なクッション材使ってるんで、こうただ軽い柔らかいっていうんじゃなくて、こうパーンって跳ね返ってくるような反発性もしっかり持ってるクッション材になってます。これ非常に僕も好きで、こうクッショニングの感じは感じられるところかなと思います。であとアウトソールも今回結構母子球から中心になっているようなしっかりしたグリップを使っているので、あのもうちょっと軽く芝木で履いたんですけど、やっぱりこうキュッて踏み込んだ時のグリップ感っていうのはやっぱ心地いいものもありますし、次の一歩がすごく出やすいかなと思います。でさらに巻き上げのこう部分もね、かなり面積取って厚みもあるので、こう嫌なすくい上げがしづらいとかって厚みではないんですけど、トーキックとかも打ちやすいような作りになってるんで結構いいかなと思います。久々にこうソリユニットって新しいデータの中でかなり秀逸なものかなと思いますかね、はい。あとはライニングもね、今回肝素材になってるので、非常にどちらのモデルでも肝素材なんで、すごく履きやすく馴染みやすい素材かなと思います。実際僕も足入れした感じとしては、結構こっちはもうプレゼン言ってたように足裏感覚と点で止まるようなイメージなんだけど、こっちはどっちかというと面で止まるような、全体でボールを触れるようなイメージがあるんで、
本当にちょっとこっちのモレリアが合わなかったよっていう人はこっちのこのアウトソール試してみる価値はかなりあるかなっていうのは僕も感じましたね。あとはやっぱライニングがスウェードになったのはかなり大きいかなと、まあ、今までこのモレリアちょっと崩れちゃったっていう方も何人か聞いたりはしてたんで、まあ、よりマイルドな足当たりになったのかなっていうところは大きいのかなと思います、まあ、あとはカラーリングとかはオールブラックっていうのはなかなか一発目としては相当渋いですよね。はい、で本当にこのモレリアがゴールなんでシューレスゴールとかしたらめちゃくちゃかっこいいかなっていうのは、うん、僕が見ててちょっと感じた部分かなと思って、はいはい、でアッパーのところがエリートとプロで一番違いまして、はい、エリートはカンガルーしっかり使ってるんで、はい、もちろん今までの馴染み感っていうのは踏襲してるんで、ワイズとかも一緒なんで基本的な履き心地というか馴染ませたいっていう方はもうエリートいったかなと思います。で結構やっぱりこのライニングとかも市場に合わせてるか、うん、結構リサーチしてるんだなとは思うんですけど、やっぱ肝素材にしてる分、うん、プロの方は人工皮革なんですけどしっかり柔らかいマイクロファイバーなんで、こうやっぱり競技者でこうハードに使う分伸びが怖いっていう方はプロでも全然遜色なく使える一足なんじゃないかなと。むしろよくこの近い金額で出したなっていうのは僕としても感じてて、そうですね、そこは思います。そうだからやっぱ選手目線に立ってるんだろうなっていうのはものすごく感じる、うん、やっぱ今カンガルー一強っていうわけでもなくてやっぱ人工皮革の方がいいっていう方もすごい多いんで、僕もどっちかというとこっち派なんで、そういうのに取り下げたように本当金額っていうかはそのアッパーの好みによって分けてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。でしかもこうアッパーもやっぱり人工皮革は馴染みが遅いっていう人もいるじゃん、履いた感じそれは全然ないんで、うん、もう一発目からやっぱいけるんで、はい、あとロゴもねちょっとマットな革で、そうだね、かっこいいよね、中速部とかと全く同じってわけじゃないんで、うん、はい、非常に使い勝手いいのかなと。で今年はそんな感じが一番大きいですかね。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ次結構気になると思うんですけど、こんだけモデル変わったとなると、うん、もはや別モデルなんで、はいはい、サイズ感のところは結構気になる部分かなと思ってるんですけど、フレさんはどうでしょう。結論、今までのサイズで問題ないかなと思います。 3.5 入って、基本的に入ってて 3.5 で全く問題ないかなっていう感じですね。なるほど。ワイズ 2E なんでちょっとゆったりしてるのはありますけど、はい、そうですね、僕こっち25入っててこっち多分 4.5 で大丈夫なんで、好み、あと魚っていうところはあります。結構僕ピタッと履くのは好きなので、ただこっち4点がかなりつま先の圧迫感を感じた、多分ラウンドしてるからっていうのもあったかもしれないですけど、こっちの方が僕は 4.5 でも余裕があったかなっていうところ。つま先のゆとりはありますよね、うん、高さというか。そうだからそこでもしかしたらサイズ感がちょっと変わるかなっていう方も、全然やっぱ違うからな、もう本当に形が、ちょっと一回フラットに見て履いてみてもいいかもしれないですね、このモデルに関しては、うん、で価格に関してはエリートの方が1万5000円で、プロの方が1万1000円プラスタックスっていうところになってますね。はい、はい、じゃあ最後に、はい、このモレリア一言で表すと、このモデルはもう現代ニーズに合わせたモレリアっていうところで一番納得いくかなと思います、はい、はい、と言いますと、まあ、やっぱりソールユニットが一番こう分かりやすいところでクッション感もありつつ素足感、うん、モレリアの良さっていうのは踏襲してる、ライニングはしっかり肝素材になってたりとか、まあ、あとはやっぱりこう人工皮革と天然で選べるっていうところが一番大きいところかなと思います。確かに、まあ、ちょっと冒頭でも話したんですけど、プレさんが言ったようにやっぱこっちのね、うん、モレリアって良くも悪くも振ってたところがあったと思う。100点じゃなくて誰かに1人でもいいから120点の一足っていうところがこうしっかり120点の感じは出しつつも今に寄せたっていうところが感じられるかなと思います、うん。そうだから本当に今までちょっとモレリア履けなかったっていう方にもぜひ一度足を通してもらえるとすごく満足できるんじゃないかなって思いますね、はいはい、で本当アッパーをこう選べるっていうのも今のこのご時世の中でもかなり贅沢なアイテムなのかなっていうのもあると思うので、なんか履き比べて、例えば練習用試合用とかでもいいと思うし、そうですね、なんかそういう選手ならではの目線でチョイスできるのも面白いのかなと思いますね。はい、そんな感じです。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。